今日は第17回国家エネルギー調査会ということで、この間大間原発、下北半島の大間原発の建設が再開されておりまして、これはもうすでに建設を許可したものであるから再開するというふうに枝野さんのまあお話で再開がされておりますけれども、まあ福島の東京電力第一原発事故後の新規増設はこういう形で良いのか、そもそも新規増設しないということでもありましたし、建設途上のものも本来は新しい基準の中で見直されるべきと思いまして、また現地で非常にこの大間原発と至近距離というか23キロしか離れていない対岸にあります北海道の首里町の函館市長、北斗市長、七重町長にもわざわざお忙しいお時間を割いてお越しいただきましたので始めたいと思います。で、冒頭、原発ゼロの会というのは超党派の8つの党派、党と会派からなる超党派の議員の勉強会で、国会エネルギー調査会というのはこの原発ゼロの会が主催して、実は国会にはエネルギー政策を論ずる場が全くありませんので、毎回自分たちの手弁当で、国家にとって最も基本的なエネルギー政策というものを国会という場で論議する、特に行政担当の官僚の皆さんと、また私ども、国会で、民意を代表する議員という立場のものが今進行しつつある行政的な問題についての意見の交換を行うという場にもなってございます。で、そこに今日は先ほど申し上げました函館市長、北斗市長、七重町長もお越しくださっての、忌憚のない意見交換ということでやりたいと思います。で、ここで近藤さん司会ですから到着をされましたのでマイクを代わっていきたいと思います。この前段までこの前までやりました。はい、あと、すみません、遅れてまいりまして、民主党の衆議院の近藤昌一でございます。それでは今日はこの大間原発の建設再開についてということで、地元関連の首長の皆さんにお越しいただいております。またその前にゼロの会の世話人からですね、それぞれ10分以内でですね、それぞれ思いといいましょうか、考えをお話をさせていただきたいというふうに思います。はい、じゃあちょっと長谷川さんからお願いしていいですか。自由民主党の、参議院の長谷川学です。地元でもありますし、私どもは、福島原発の事故後、約20回、福島の東日本大震災の復興委員として入らせていただいて、原発事故の影響の大きさ、次世代もへもの影響ということも鑑みて、やはり将来的に原発のゼロの方向というのは進めるべきだと、それは自由民主党としても本来ならば進めるべきことだというふうに思っておりまして、この会に河野先生のお誘いで入らせていただいた次第です。北海道は特にこの洋上風力も含めた今までの不安定な再生エネルギーに加え、洋上波力波動といったですね、さまざまな地域の再生エネルギーを出す可能性というのは十分にあるというふうに思います。食料の自給率とエネルギーの自給率を極力 100% にすることが可能な地域である、そういった挑戦をしていくことが私は将来的に経済合理性にもかなうものだという確信を持ってこの会に入らせていただいております。そして私どもは石炭の夕張タンクを含めて三炭法がございまして、約4兆円の国費が使われ2500社の事業所が三炭地域に配備をされたにもかかわらず、この空地をはじめとする多くの地域は三炭の石炭の最盛期に比べ約10分の1の人口になっているわけであります。
当然ながらこういった原発の立地自治体をどういうふうな形で守っていくのかということと、それから廃炉措置をですね、やはり電力事業者の責任にせずに国が責任を持って廃炉措置を作るというような考え方を持って、やはりこの地域のやはり再生というものをしっかりと支えていくというのが私どもの役割だというふうに思って、これからも参加をさせていただきたいと思います。各今日は市長さん、組長さんも本当に今日はありがとうございます。地元からご出席をいただいてありがとうございました。公明党の加藤修一でございます。ゼロの会には一人しか公明党として入っておりませんが、公明党としては原発に依存しない社会を目指すということ、それから新増設は許さない、やらないと、あるいはさらに法律上の原則でありますけれども、原発の寿命については40年、これは厳格に適用すると言うまでもなく、それを前倒しすることについては当然あり得る話でありますし、最大限5年でも10年でも早くですね、原発ゼロを目指してやっていかなければいけないと、こういうふうに考えております。それから再稼働、新稼働も含めて、初めての稼働も含めてですね、これはやはり国民あるいは住民の皆さんの理解を得た中でやっていかなければいけないというふうに考えております。そういった意味では、これは今回の大間の原発を考えてまいりますと、青森県側のその周辺の部分については皆さん賛成という話があったり、あるいはこれは北海道側を考えますと当然反対という話でございます。そういった意味では、この我々が言っております、公明党が言っております再稼働の関係については住民と国民の理解ということが前提になりますから、極めて難しい話になってくるなという思いがしております。ただ私個人的にはやはり大間については当然動かすべきではないと、政府が建設を再開するということについて許可したということについて、私はなかなか納得できない思いでおります。それは一つは立地指針の関係も当然出てくるということで、 3.11 以前の立地指針で本当に良いのか、こういった点についても見直しをしていかなくはならないわけでありまして、それと大間については非常に私は懸念している部分はですね、4分の1から始めるのか3分の1から、フルモックスの向けてですねやっていくのか、その辺のところの状況は十分把握しているわけじゃありませんが、仮に3分の1、3分の2、3分の3という形でやっていくことは、ある意味では実験をしながらですねやっていくような話だと私は思うんですね。というか、通常私は原発の関係については、実験炉あるいは原型炉、実証炉、そして商業炉と、そういうふうな手順でやっていくのが望ましいと思っておりますし、フランスがフルモックスの関係については、小規模の30万キロワットの関係が始めて、それで、結果としてはやらないという方向になったということを考えてまいりますと、大間のやり方については非常に懸念な状況であると、このように考えざるを得ません。そういった意味では個人的にはこれを動かすことについては反対と言わざるを得ないということでございます。新党絆の斉藤康則と申します。新党絆は国民の生活が第一と共同開発を結んでますけれども、この両党ともにですね2022年の3月11日までに原発ゼロというものを目指しております。今政府は原発の新設増設を行わないと言っておりますけれども、この大間原設を原発を作ってしまうということはどういうことかということで今抗議の声を上げております。しかもこの大間原発というのは MOX 燃料
料を使っております。この MOX 燃料というのが運転の制御が大変難しいと、それから使用済み燃料になればですね、放射線量が高くなるということで、非常にそのリスクを抱えた私は原発だと思っておりますので、私は再考するべきだと思っております。私は気象予報士ですので、気象的な観点から言いますと、この夏場なんですけれども、この大間の周辺というのは海風が定常的に吹きます。東寄りの風、南寄りの風ですから、その気候的な部分においてもですね、事故が起きた場合のリスクが大変高いというふうに思っておりますので、私は考え直すべきだという考え方でございます。今日は自治体の皆様からの声を傾聴したいというふうに考えております。よろしくお願いします。日本共産党の上智子です。今日は函館市、そして北斗市、七飯町ということで揃っておいでくださいましてありがとうございます。10月1日に電源開発がこの工事の再開をするという宣言をいたしまして、すぐに皆さん方それに対して反応してですね、で実際に距離的には一番近いところで23キロですかしか離れていないと、しかも津軽海峡を隔てて何も遮るものがないという中で、当然福島のあの事故から見てですね、住民の安全ということを考えれば声を上げるのは当然だと思っています。で私10月5日の日に実は電源開発の本社に函館の我が党の市議さんなどとも一緒にですね行きまして、でこれだけ国民の中での反対の世論が広がっていて、しかも活断層なども存在も指摘されていて、安全性も確認されていないと、そういう中でなぜ今工事再開なんですかということで、抗議といえば中止を求めるということでお話をしたわけですけども、函館市にも説明に行かれた渡辺取締役ですかね、あの方が出ていらして、で国民の皆さんの厳しい批判の声は承知していますというふうに言いつつですね、しかしこれは国策でありますというふうに言われたんですよ。もっと言えば国の政治が変わらないとこれは止まらないというようなね、こういう発言であったかと思うんですけども、そういう意味では本当に国の政治の責任という問題は非常に大きくて、枝野さんがいわば進めていいかのような発言をしたことがですねきっかけになってるんですけども、新設はしないと言いながら実際にまだできてないものを工事で作るというわけですから、これ自体も問題だと思ってまして、皆さんのご意見をよく伺って、この後国政の中で生かしていきたいと思います。よろしくお願いします。社会民主党の服部です。先日大間原発の視察に行かせていただきまして、海を渡って、函館市の方もお邪魔させていただきました。市長さん覚えていらっしゃるでしょうか。国のエネルギー政策は矛盾というものじゃなくて支離滅裂だということを市長がおっしゃっていたのが非常に印象的で、ありました。完成までまだ4年5年、そうしますと40年使うということになると2057年ぐらいまで使うようなことになるわけで、これを30年代にやめるということにもしするとすれば、一体4000億も5000億もかけてですね、本当に採算性という点から見てもですね、一体どうなんだということもですね、直接 J パワーの幹部とも議論をさせていただいたところです。我々はもう断固反対の姿勢で臨んでいきたいと思いますので、今日はよろしくお願いしたいと思います。民主党参議院議員の田代薫と申します。私は個人的にではありますが、民主党からもですね、脱原発基本法に個人的に賛同し、署名もしております。大間の原発に関してもですね、なぜ建設再開なんだと、4000億5000億のお金を政治判断でしっかり使わずに今苦しんでいる福島の皆さんのためにですね、使うという判断がなぜできないんだろうかと、この状況においてなぜそういう政治判断ができないんだろうかと、本当に不思議で仕方がないという感覚であります。皆さんと共にですね、しっかりこの建設中止を訴えて実現をさせていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。限られた時間がありますが、私からも一言だけ、本当にみんな同じ気持ちであります。今週月曜日にもまた福島に行ってまいりました。本当に被災地の皆さんが本当に苦労な困難の中で生活をしてみえるわけであります。そういうことを考えれば、本当にこうした大間原発の建設の再開というものは、こう
ちっとしたことがされていない中で、また今後の原子力政策を考えればですね、あってはならないことだと思っております。限られた時間ではございますので、それでは周辺の自治体の柿沢さん、じゃあ短く一言だけ思いを。皆さん本当にお疲れ様でございます。みんなの党の柿沢水戸でございます。大間原発の建設をはじめとして、既成事実を積み重ねて原発続行に結びつけていく、このやり方をきちんと論理的にひっくり返していかなければいけない、その必要性を強く感じているところでございます。いろいろと勉強させていただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあすいません、はい、お願いします。函館市長の工藤でございます。今日は原発ゼロの会の皆さん、最初だけちょっと立って、はい、が主催をされます国会エネルギー調査会準備会にお招きをいただいてお話をする機会をいただきました。本当に感謝を申し上げたいというふうに思います。今日は実はこの北海道側で大間原発の凍結を断固求めるというのは道南の中で南北海道ですね、その大島地方という11市町村からなる地域があるんですが、ここの総意が全ての11市町村が凍結を求めております。そして、その私たちは代表としてですね、函館市長の私工藤と、そして北斗市長の高谷市長と七飯町の中宮町長さん、3人でお伺いをしたところであります。また北海道市長会も35市市があります。北海道市長会の総意としてもですね、大間の原発の中止を求めるということで、明日政府の方に活動することになっております。北海道を挙げて、とりわけ道南の11市町村すべての総意だということで、お話をこれからさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。皆さんご承知の通りに、昨年の3月の11日に東日本大震災起こりまして、東京電力の福島第一原子力発電所において世界を震撼させる、そんな未曾有の大事故が発生をしてですね、これまでの原子力発電所の安全神話というものが完全に崩壊をして、多くのこの国民に不安を与えるとともにですね、これまでの原発政策というものに大変この不信を抱かせたところであります。私たちは福島原発の事故の凄まじさを見て、そしてまた政府の狼狽ぶり、東京電力のどうしようもない対応、ああいうものを見てですね、原発を新たに建設することは当分凍結すべきだというふうに考えまして、国や事業者である電源開発さんに大間原発の無期限凍結ということを要請してまいりました。福島ではいまだこの事故の原因も究明できずに、原子炉内のですね、状況さえも把握できずにおりますし、また収束の見込みは全く立っておりません。今現在も16万人ものこの方々が故郷を奪われてですね、避難生活を余儀なくされていると、そういう大変な状況にあるわけであります。函館市を含むこの道南地域におきましてもですね、実際福島の事故によってさまざまな分野で大きな影響を受けました。観光分野で国内だけではなく、海外からは特にこの観光客が全く入ってこないという状況になってしまいましたし、農産物や魚、こういったものの輸出というものも滞ってできなくなりました。また今年8月には青森県沖でこの漁獲されたですね、マダラから国の基準値を超すこの放射性セシウムが検出をされた。今年の8月ですね、そんな時期に検出されたことによりまして、出荷制限が行われました。で、函館市においてはこの津軽海峡でのマダラ漁というのが最盛期を迎えようとしている中で、10月に室蘭沖のマダラからも規制値ギリギリの放射性セシウムが検出されたこともありましてですね、いまだにこの風評被害が懸念され、さらにこの津軽海峡、マグロが世界一のマグロ、大間マグロ、あるいはトイマグロというものが取れる海峡であります。これへの影響、さらには函館の魚であるイカ、
こういったものへのですね、影響というものが非常に心配されているところであります。まあ、福島原発でさえこういう状況にあるわけであります。こうした中で、まあ、国は9月14日に革新的エネルギー環境戦略を決定して、原発に依存しない社会の一日も早い実現に向けて、この40年運転制限制を厳格に適用すると、二つ目として原子力規制委員会の安全確認を得た者のみ再稼働する、また三つ目は原発の新設増設は行わないというそういう原則を定めてですね、2030年代に原発稼働ゼロをこの可能とするようあらゆる政策資源を投入すると発表したわけであります。まあ、私たちこの大間原発のに隣接する地域に住む東南地域の住民というのは、まあ、当然大間原発の建設再開というものはないのだろうということで期待をしておりました。しかしながらその下の根も乾かない翌日9月15日ですね、経済産業大臣が青森県知事等に対してですね、すでにこの設置許可を与えている原発についてこれを変更することは考えていないと述べまして、また9月の18日には内閣官房長官も同様の発言をされてですね、大間原発の建設継続を容認する意向を示されたということは、まあ、先に示したこの政府方針と全く矛盾するものでありまして、私たちの期待を大きく裏切るものとなりました。また私はその時点ではその言っていることとやっていることが支離滅裂だということまで申し上げたところであります。道南地域はですね、大間原発から最短で23キロのところに位置しています。大間町と最短のこの北海道側最短は函館になるんですが、この間は 17.5 キロです。原発から23キロです。そういう地域にあります。晴れた時にはですね、肉眼で函館の方から工事現場が見えます。青いシートだとかそこまではっきりしたものであります。ここにですね、大間から見た函館の夜景があります。これで近さが分かると思います。お手元にも資料いってると思いますが、手前が大間の明かりです。向こうに見えるのが函館の明かりで、はい、これはですね、大間の人たちは横夜景というそうです。函館からのここが函館山、左の上の方にあるのが函館山の展望台の明かりなんですが、ここから見た夜景が函館の売りになっているんですが、この反対側の函館 の, 方あの北斗市の方から見たのを裏夜景、あるいは七飯町の方から見たのを裏夜景というんですが、大間の方から見たのは横夜景というんだそうですが、まあ、これほどですね近いわけであります。もう本当に見えるんですね。全て函館の花火大会を大間町の人たちが対岸で鑑賞するというぐらいの近さにあります。まあ、こういった状況でございます。そして大間原子力発電所からこの80キロ圏内の人口ではですね、50キロ圏内ですね、失礼しました、50キロ圏内の人口では、青森側が約9万人です。それに対して北海道側は50キロ圏内に37万人住んで、おります。仮にですね、福島第一原子力発電所と同様の事故が起こればですね、間は海ですから遮蔽物もない、そういう北海道側への影響がですね、青森側よりも圧倒的に大きいことが明白でありまして、大変北海道側の住民の不安は募るばかりであります。でお手元 の, 資料の2ページにその地図がありまして、位置的な関係が書いております。北海道側、函館は30キロ圏内に入りますが、50キロ圏内となるとですね、その他に6つの町がこういうふうに入ってくるわけであります。そういう位置にあります。で、観光産業をはじめですね、津軽海峡を操業の場としている漁業、そして北海道食料基地でありますから農業ですね、こういったものも基幹産業になっている私どものこの道南地域にとっては、地域経済にも非常に大きな打撃を与えかねない。さらにこの危険な原発があるということでですね、今この東日本大震災のでこの
企業が危険分散ということで、できるだけ地震の少ないところ、あるいはあまり大きな津波の来ないところに工場移転等を考えてですね、実際道南にもそういうことで視察に来ております。しかしそれよりも危険なですね、原発が23キロのところにあったらですね、企業は全くもう振り向かなくなります。まあ、そういう懸念さえも私どもは感じているところであります。3年後に北海道新幹線が道南に上陸をいたします。北海道に初めて、この来てですね、開業をすることになります。今私たちの地域は観光をはじめ様々な面でその新幹線を活用してですね、将来に期待を持って、そして地域を発展させようということをこの具体的に取り組みを進めております。まあ、そういう矢先にですね、事業者である電源開発さんが10月の1日に建設を再開したわけであります。まあ、福島原発の事故以前、私たちはほとんど説明も意見も聞いてもらえない、もう蚊帳の外に置かれていた状況にあります。しかしその後もですね、やはりこの北海道側には責任ある立場の方の説明も一切なく、私たちの意見も聞いてもらったことはありません。そうしたこの道南地域、北海道側のですね、この意向というのを一切斟酌することなくですね、一方的にこの再開を通告しに来たと、まあ、そういうことであります。まあ、青森側にはいろいろ説明したり意見は聞いたようでありますが、私たちには少なくとも北海道側には全くそういうことはなかったわけであります。このようなことから私たちは改めてですね、函館を中心とする道南地域の願いをご理解いただくために、10月の15日に道南挙げて、この首長だけではなく議会だとか経済界、あるいは農業漁業の関係者、観光の関係者、さらにはこの住民組織の代表等々でですね、要請書を国や電源開発さんに提出をいたしました。私たちのこの思いというのはですね、まあ、個々の個人個人にはまあご理解いただいているのかなということも感じないわけではないんですが、この国や電源開発からは、まあ、それぞれの立場での発言となりましてですね、法律で決められてるから、まあ、仕方ないみたいな、大体大雑把にはそんな感じですね。それでそのなんて言ったらいいのか、手応えがないっていうのか、まあ、国にというか政府に至っては誰が責任者なんだと言いたくなるぐらい、どこに話せばその話が噛み合うのか、全く、まあ、そういう我々にとっては大変不完全燃焼の状況であります。そして望むような回答というのは一切得られなかったわけであります。翌10月16日に、まあ、ゼロの会の原発ゼロの会の世話人の皆様からお時間をいただいてですね、私たちの思いをお話しさせていただいて、国政の場でのご支援をお願いしたところであります。まあ、改めて申し上げますと、大間原発には他の季節の原発と違ういくつかの問題点があります。一つはこの再稼働と違って電力需給の問題を全く生じないということであります。これまで現在あるですね、発電所で電力需給を十分賄ってきたということを踏まえると、あえてこの大間原発をですね、建設を続行する必要がないと、工事の進捗率が 37.6% であることを考えますと、まさにこの原発の新設となるものでありまして、単に原発の原子力エネルギーの比率を高めると、それだけでありまして、他の季節のこの原発と同じ扱いをすることは全く私たちにとっては理解しがたいというふうに思っております。そもそも今まさにですね、原子力規制委員会が新しい安全基準を作っているところでありまして、そういう中で既存のこの原発さえですね、再稼働していない中で、何ら急ぐ必要のない大間原発の建設をなぜ進めなきゃならないのか、なぜまたこんなにこの早急にですね、再開しなければならないのか、そこが私たちは全く理解できません。隠された何かがあるのかというふうにさえ思っているところであります。
そういう中でこの将来も含めてですね、大間原発というものには大変必要性に大きな疑問があるというふうに考えているところであります。二つ目は世界初のフルモックスの原子炉だということであります。先ほど加藤先生が述べられておりました、大きな危険性が指摘されているにもかかわらずですね、実証実験さえまともにしていない中で、この商業炉として建設がもう進められているという状況にあるわけで、私たちはですね、付近住民は決してモルモットではないんですよ。そういう思いにさえですね、もうなりかねないような非常にこの乱暴なやり方をしているなということを感じているところであります。3つ目は、大間原発のすぐ近くには活断層の存在を指摘する学者がいるということであります。建設に許可にあたってのですね、この福島原発以前の安全審査においてですね、この活断層は考慮されていません。今、原子力規制委員会がどういう判断をするのかということがありますが、その判断も待たずに建設を強行しているという状態にあるわけであります。また4つ目は、大間原発が面しているこの津軽海峡というのは国際海峡でありまして、どの国のどのような船でも自由に通行できるわけであります。領海が通常は12海里、22キロ、日本の領海は22キロあるわけですが、この津軽海峡は3海里、5.5キロしかありません。テロ船や何かしでかそうという船がですね、自由に航行できるわけで、国籍不明船であろうと、一気に大間に向かえば、あっという間にですね、原発に突入することができるという、大変この洋上からのテロが懸念をされる、安全保障上も極めてこの問題のあるですね、位置に大間というものがあるわけであります。この他にも使用済み核燃料の処分の問題があります。大間原発では使用済み核燃料は、この私も大間に直接行って確認しましたけれども、20年分しか保管ができないということになっております。そういう中でですね、六ヶ所村のこの再処理、これも目処が立っていない、ましてやこの最終処分場の引き受け手などですね、あの福島原発を見て最終処分場、その10万年も引き受けるような自治体なんか、いくら金払っても出てくるはずがない。そういう中で、その処理の方法がですね、全く見通しも立っていない中で続けられるということであります。8月にですね、このマスコミの報道で、8月7日にアメリカでは NRC のアメリカ原子力規制委員会が、核廃棄物の最終処分の基準が決まるまでは、新たな原発の建設や原発稼働の期間延長を一旦凍結することにしましたということが報道されました。アメリカはそういうことを取ってるんです。しかし日本は全く目でも立たないのに、さあ新しいものをまた作りますと、そういう状況にあって、極めて無責任と言わざるを得ないというふうに思っております。こうした多くの問題点にお答えいただくためにですね、私たちは電源開発に対して10項目の質問状を書面でお渡しをして、10月31日に回答をいただきました。しかしながら、原子力規制委員会による新しい基準等に中止をして、適切に対応しながら工事を実施するとかですね、稼働にあたっては原子力規制委員会が安全性を認識する。そういった内容でありまして、私たちの不安を到底解消するようなものではなくてですね、これまでの主張が繰り返されているだけで、疑問に対して丁寧にお答えいただいたというふうには到底感じられないものでありました。私たちといたしましては、この我が国のエネルギー政策における大間原子力発電所の位置づけ、そして必要性の説明、福島第一原子力発電所の事故の究明が未だになされていない状況にある中では、福島原発以前の安全神話の中でなされた大間原発の許可というのは、改めて見直しをすべきだというふうに考えているところであります。新たな法体系の中で30キロ圏内あるいは50キロ圏内の住民の意見、自治体の意見も十分聞いてですね、同意を得るなどの手続きによって新設を進めるのであれば、まだ
納得できないことはありませんが、あえてこの危険な原発による地域振興策を選択をしてですね、交付金を受けている立地自治体の要請のみを受け止める形で、たった事故から1年半でですね、何ら急ぐ必要のないこの大間原発の建設再開を強行したことは、誠にこの遺憾であり、到底容認できない暴挙であるとさえ思っているところであります。アメリカの3マイルの事故ではレベル5、福島の事故はレベル7、7でありますが、アメリカの方がこの低レベルだったにもかかわらず、アメリカは1979年の原発事故以来30年以上原発を建設してきませんでした。日米でですね、国民の安全を考えるこのことがですね、これほど違うのかなというふうにさえ思うわけでありまして、果たしてこんなですね、事故後1年半でまた原発を新たに作りますなんていう国が本当の意味での民主主義国家と言えるのか、そんなふうにも考えざるを得ないというふうに思っているところであります。今回のこの大間原発の建設再開が既成事実となってですね、他のこの計画中の原発の新設にもつながりかねない、なし崩し的に福島の事故以前の状況に戻るのではないかという、そういう疑いさえですね、抱いているところであります。実は私は反原発という立場は取っておりません。私もよく反原発のあるいは脱原発の集会に出席を求められます、あるいはメッセージが欲しいと言われます。しかし一切そういうことには応じてまいりませんでした。それは原発についてこの様々な意見を持っている多くの人たちの理解をですね、結集すべきだというふうに考えて、あえてそういう行動をしてきたところであります。私はこの原発の新設というのは、あの世界を震撼させた福島原発の大事故を起こした私たちの世代が判断することではないと、私も含めてこのあの福島原発の事故には責任があると、私自身も今までの容認してきた立場でですね、大変反省しているところでありまして、そういう世代がこの判断することではなくてですね、他の安全なエネルギーの開発状況も見ながらですね、少なくとも30年ぐらい後の将来世代の判断に委ねるべきだというのが、あの多くの人の賛同を得る、そういうことで私たちは活動しています。今新しい原発を作ることはやめるべきだと、これ以上増やすべきではないと考えているところであります。多くの皆さんの賛同を得るために、私たちは原発に対してですね、今の科学で完全に制御できないものである以上、少なくともこれ以上の原発を今作るのはやめましょうよという、そういうですね、最低限のところで活動をしております。いろいろ思いを述べさせていただきました。この私たちとしては現時点でのこの大間原発の建設再開というものは到底受け入れることはできません。住民の安全、そして安心、財産の保全、さらには地域の守るためにですね、今後も無期限凍結を求めてまいりたいと考えております。ゼロの会の皆さんにはどうか ご理解をいただいて、ご支援をいただければと思います。長々と申し訳ありません。ありがとうございました。北東市長の高谷と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。今日はこのような場所で機会お話をさせていただく機会をいただきましたこと、心から厚く感謝を申し上げたいと存じます。北東市と申しましても皆さん方よくわからない方がたくさんいらっしゃるのではないかと思いますけれども、北東市は上磯町という町と大野町という町が今から6年半前、平成18年の2月に合併をいたしまして、北海道内では唯一町と町との合併によって誕生した新しい市でありますので、分からないのも当然のことと思いますけれども、この地図にありますようにですね、函館の西に隣接した人口5万の町でございまして、先ほど新幹線の話も出ましたけれども、あと3年後北海道新幹線が開業いたしますけれども、開業した時には当面の最終駅ができる町が、北斗市ということで、お見知りおきをぜひお願いしたいと思っております。座っていいですか。はい。
ということで、北杜市はですね、この地図にもありますように大間原発から北西から北北西に、40キロから60キロ圏内、住宅が密集している地域はこのうちの40キロから50キロ圏内に、密集している地域でありまして、福島第一原発昨年の事故の放射能の拡散状況を見ますと、まさに私たちの町がそのままスポッと入ってしまうという地域でありまして、福島と違うのは、福島は多少山があって遮蔽物があるんですけれども、私どもの状況は津軽海峡何もないところでありますんで、もし事故が起きた場合には福島よりも悲惨な地域になるのが私たちの町じゃないかということで、工藤市長さんを先頭にですね、工事の即時中断、そして、無期限凍結ということを、申し上げているところでございます。で、なぜこういう思いを持っているんだということにつきましては、今函館市の工藤市長さんから言われた通りでありまして、それ以上のものでもそれ以下のものでもないんですけれども、私が一貫して申し上げているのはですね、工藤市長さんとちょっと重複重複するかも分かりませんけれども、ご了解いただきたいと思います。まず先ほどの話にもありましたように、9月の14日に国が革新的エネルギー戦略を決定いたしまして、2030年代には原発のをゼロにすることを目指すと、そして新増設は行わないという決定をいたしましたんで、私どもも昨年からそういう要請活動をしてまいりましたんで、こういうことであれば、大間というのはもうおそらく工事はしないんだろうというふうに思っていたその矢先、次の日ですか、9月の15日には経産大臣、18日には官房長官、それぞれ大間の原発の工事の再開を容認するような発言をいたしまして、私どもとするとこの発言を聞いて愕然といたしました。で、それから約2週間後でしょうか、10月の1日に、大間町と函館市、そして北海道に電源開発さんから説明があるということでありまして、その説明もですね、一番行きやすいところに社長さんが行って、大間には社長さん行きました、一番反対をしている函館市さんには、渡辺常務さんいらっしゃった、北海道には、副社長さんがいらっしゃった、本来であれば課長の栗を拾うのはやはり社長さんでありますし、社長さんが一番当事者能力を有している方ですから、社長さんが、函館市に来るべきじゃないかなというふうには思っておりましたけれども、これは大変残念なことでありました。で、普通工事再開の説明をするということであれば、例えばあと2ヶ月後3ヶ月後に工事の再開をします、その理由はこれこれこういうことですということが私は説明じゃないかと思いますけれども、10月1日に来て今日から工事を再開するというのは、これはもう説明でも何でもなくて一方的な通告だというふうに理解をせざるを得ませんし、これは全く地元を無視した行為ではないかと、大変残念に思っているところであります。で、そういう中でもって、原子力規制委員会ができまして、国会事故調、それから政府事故調もですね、それぞれ報告をされました。おそらくその報告などをもとに、規制委員会では安全基準、新しい安全基準を作ろうと今作業していると思いますけれども、その安全基準がなぜまだ作られていない中で、なぜ今急いで大間原発の工事を再開しなければならないのかということは全く私には理解できません。で、私どもは10月1日に、そういう質問をする機会がなかったんですけれども、北海道さんの方に、それ以前に電源開発さんの方で説明に行った時のお話をお聞きいたしますと、一つはその理由というのは会社としての総合判断の結果だと、それから二つには電力の安定供給と原子燃料サイクルの一翼を担う重要な、大間は発電所であると、それから二つ目は、9月14日の、国のエネルギー戦略の決定によって建設中の原子力発電所の取り扱いが明確になった、つまりこれは国が
建設を工事再開を容認したということを言っているんじゃないかと思いますけれども、この答えというかこのことであれば、私たちのなぜ今急いでこの時期に工事を再開しなければならないかという疑問には、まあ、全く答えていない、わけであります。ということで、あの工藤市長を先頭に10月の15日に、国あるいはの電源開発さんに、要請に参りました。で、内閣府あるいは経産省で、このことを正しましたらですね、それは現行のルールの中で、認めたんだというようなお答えでありまして、しかし考えてみるとですね、現行のルールっていうのは福島第一原発事故の事故前に作ったルールでありますから、あの未曾有の世界を震撼させたその福島原発のことを一切斟酌しないで再開を容認するというのは、やはり無神経にもちょっと度が過ぎるんじゃないかなというふうな思いをしたところであります。で、もちろん今なぜ急いでということは電源開発さんの方に行ってもお尋ねをいたしましたけれども、全く同じ内容でありまして、まあ、私は大変電源開発さんには申し訳なかったんですけれども、そういうきちっとした理由がない中で建設を再開するということは、既定事実を作り上げていこういくとしか私たちは見ることはできませんというようなことまで、まあ、申し上げてきたところであります。で、その後函館市さんからの質問10項目にわたる質問の回答が、10月の31日にあったんですけれども、その中でも全く同じような回答、一つ加わったのが地元からの要望、強い要望があったということが加わっただけでありまして、これについても全く私どもとすると、理解のできないような、まあ、回答であったということで、本当に残念に思っているところであります。で、私もですね、私も大間原発は何が何でも反対だという立場ではありません。先ほど言いましたように、規制委員会が新しい安全基準を作って、その安全基準に基づいて安全対策を講じる、それを全国民にオープンにして、その中でもって、まあ、それじゃいいんじゃないかということであれば、それは私は何も反対するものではないんですけれども、そういうものが全然ない中での建設再開ということは全く理解できないというふうに思っているところであります。このようなことからですね、まあ、今後とも、工事の即時、中止、そして、国民的理解が得られるまでは、工事の無限凍結というものを引き続き求めていきたいというふうに思っておりますし、これからも北海道市長会の力もお借りしながら要望活動していきたいというふうに思っているところであります。どうもご清聴ありがとうございました。皆さんこんにちは、七飯町長の中宮康和でございます。よろしくお願いいたします。まあ、私どもは小さな町でありますんで、大きなことは言えませんけれども、しかし当庁はですね、農業とそれから観光を基幹産業とした2万9000人の町であります。まあ、2万9000人大きな町ではございませんけれども、これはでも北海道内においては144町村中人口規模は第2位の規模の町でありますので、私は大きな町だということでは、道内ではですね、大きな町だということで自負しているところであります。それでちょっと触らせてお話をさせていただきます。まずその基幹産業であります農業でありますけれども、私どもの農業はですね、我が国における西洋式農業の発祥の地なんです。で、発祥のものっていうのは5つございます。まずリンゴです。さくらんぼ、それから男爵芋、それからチーズ、そして皆さん毎日のように飲んでいると思いますビールの味を決めるホップ、これが我が国で最初に栽培された、町であるんです。そしてそのことをですね、この150年間農家の皆さんはそのことを本当に誇りに思って、西洋式農業発祥の地だということを誇りに思って、日本の食糧基地である北海道の一役を担って一生懸命頑張ってきた町なんですね。
現在、大きな、たくさん の作物作っておりますけれども、まず一番目には米です。まあ、これも減産率がもうすでに 60% ということでですね、随分少なくなりましたけれども、米、それから大根、人参、ほうれん草、から株、そして長ネギといったものが主な産品で、あるいは、畑作でなくてですね、果樹で言えばそれこそリンゴがまだしっかり生産をされているという、そんな町であります。そして減反で何を次に栽培したかっていうのはですね、実は柿栽培、あの花ですね。で、今は比較できませんけれども、10年ちょっとくらいまで短期時代、 JA7A 時代にはですね、カーネーションの生産が短期としては日本一の生産量を誇った町でもあるんです。まあ、今は合併して新函館農協になりましたので、比較は単純比較はできませんけれども、まあ、今でも柿栽培は盛んに行われているという、そんな町であります。それから観光業でありますけれども、新日本三景の大沼国定公園を抱えております。ここはもう皆様方、あの名曲千の風になって誕生の地であります。作られました新井満さんが講演会の中でしっかりそのことをおっしゃっておりますし、また今はもうその新井満さんご夫妻が東大沼、七井町麻東大沼の方にお住まいになっている、そういう町であります。そしてこの曲、実は大変、あの新井さん曰く究極の大人のラブソングだっていうふうに言ってます。そうですね、死んでも皆さんのことは忘れないで、いつまでもいつまでも見守ってますよって、そういう歌なんです。でも背景にあるのは大沼の豊かな自然なんです。それが背景にあるんです。2番目の歌詞はまさにその通りであります。で、その豊かな自然が、まあ、こうそうしたんでしょうか、この7月の3日にラムサル条約の登録湿地にも認定されました。まあ、北海道では13番目、全国では46番目というくらいになるんでしょうかね、ずいぶん数が多いんですけれども、いずれにしても東南では初めての、登録湿地ということで、まあ、大沼の3つの湖が登録湿地になったということで、大変あの期待、観光にもですね期待をしているところでありますし、またラムサル条約の関係もございまして、環境学習についてもずいぶん盛んになってまいりました。そして、まあ、観光客実は減り続けております。平成3年の年に290万人という観光客を数えましたけれども、まあ、以来だん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 観光形態も団体から個人の方に移ってきた。そしてまた平成23年度については震災もあったということでですね、165万人という、まあ、ほぼ半減したと言ったらよろしいんでしょうかね、そのぐらいの数に減ってまいりましたけれども、まあ、しかしこれから新幹線も来る、まあ、先ほどあの北斗市の方にですね新駅ができるという話でございました。まあ、東町からもうすぐそばなんです。で、東町には新駅はできませんけれども、総合車両基地ができるというそんな町でありますので、ぜひその新幹線でいらした観光客の皆さんですね、ぜひ大沼の方にも来ていただきたいということで、非常に期待をしている、そんな観光を目指している町であります。それと水道水、私ども川の水あるいはダムの水というのは一滴も飲んでおりません。町民が2万9000人の町民が飲んでいる水は全て横津連峰に降った雨雪が地下に浸透して湧き水となってきた、その水をいただいて生活をしております。で、先ほど来あの、まあ、上先生もおっしゃってましたけれども、遮蔽物がないんだということで、一番最初の遮蔽物がその横津連峰なんです。まあ、標高1100メートルぐらいの山々ですけれども、その山にぶつかってもし事故があった場合ですね、放射線物質がみんなそこにぶつかってくる、南西南東の風が吹いた時にはですね、まずそこで一番最初に受けるのが横津だけなんです。で、それが雨と一緒に浸透したらもう私どもの町は生活できません。まあ、そんなあの町でありますので、ぜひですね本当にあの、まあ、先ほど、函館市長、北斗市長の方からですね、再開の工事の関係含めて、あるいは産業経済産業省の関係含めてはお話ありました。私の方から言わせてもらえれば、あの9月14日15日っていうのはですね、開いた口が塞がらないっていうのが本心でした。前の日は、ああそうなんだ、30年代でゼロにするんだっていう、非常に私も嬉しく思いました。次の日の報道ではもうその次の日に
容認するようなことを言いに行ってるんですね。とても考えられなかったです。今日は経済産業省の野田課長様がいらしてますけれども、本当に伝えてください。開いた口が塞がらなかったということを伝えてください。でぜひですね、そういう意味でこの2万9000人の人たちがですね、安心して、私は安心して暮らす権利あると思います。その代わり一生懸命働きます。一生懸命働いて安心して暮らしていける、この150年続けたことをもっともっとこれからもずっと続けれるような、そんな町にしていきたいんです私は。ですからぜひ無期限凍結っていうものを私は求めてまいりたいというふうに思ってございます。そしてその安全性、今北斗市長がですね、安全なものであればよろしいんじゃないかということは、それはまあ私もそうだなというふうには思います。でもその安全性の中ですね、私は一番言いたいのは、今北斗市長さんが国際海峡の話しました。テロのテロって言いましょうかね、海洋テロ、潜水艦も走ってるかもわからないと言われてますから、それらのから守る方法、それとやはりテロですよ。テロ、北朝鮮だって日本列島ミサイル横断してるんですよね、確か。もう狙い定めたらすぐそばですから命中しますよ。そういうテロ対策も含めてですね、私は安全策というものをですね、しっかり練っていただかなければ私は到底納得することはできない。いつでも私はずっとそのことも含めて反対していきたいなというふうに思ってございます。それとですね、個人的に非常に思うことです。これは国会議員の先生方にですね、お願いしたいんですよね。原発、大間町の町長さんとはちょっと話しましたけれども、あまり原発の話はなかなかしづらくてできなかったんですけれども、私はですね、今、原発交付金というのをありますよね。まあ、町にこれからでき、今からも行ってますし、もちろん稼働すれば行くんですよ。で今 40% の稼働できてるところでやめた、そういう町にはですね、私は電力交付金新たに、そしてそこをですね、原発を取り除いて、例えばメガソーラであれ風力であれ、そういう違うもので大体エネルギーをその取り除いた後にですね、やったところには電力交付金、同じ金額をですね、私は電力交付金という形でやってほしいんです。そうすると私は一定程度の理解を示してくれるんじゃないかなと思うんですよね。でそれが例えば今苫小牧で、北海道で言えばですね、苫小牧で、ソフトバンクがメガソーラーやろうとしてます。でそこにもじゃあ電力交付金って、それはいらないです。そういう途中で原発を進めてきた町、計画されている町がやめたところにはぜひ電力交付金というものをですね、私は上げてやるべきなのではないかなというふうに私個人的な思いです。でもそのことによって私は一定程度地元もですね、理解してくれるのかな。で、多分原発ほどの雇用の数じゃないんでしょうけれども、維持管理のためのですね、雇用だって発生するのではないかなと思うんですよね。でそういうものをですね、ぜひ先生方にはお願いをして、私のからのお話とさせていただきます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。それぞれ周辺自治体の首長の3人の方からですね、本当に重い重い発言をいただきました。